北原優希さん27歳、ハローワークに来るのは初めてですか？初めて。ここに来るに至った経緯とかってお話できますかね？はい。ああ、なるほど。前の会社を働いた時にちょっと入院してしまったと、病気でね。うん。ああ、それが長引いて迷惑かけるわけにはいかないから離職したと。はいはい。あ、で、この間退院できたから、また働くぞってことでまずここに来てもらったということで。なるほど、ありがとうございます。そうですね、まあ、北原さん、その、さっき書いてもらった申し込み用紙 の、まあ、経歴とか、資格とか見て、北原さんに合ったお仕事を紹介させていただきますので、ちょっと見させていただきますね。はい、27歳北原さん。あ、これ東大出身なんですね。東大。おー、あ、そうですか。へえ。あ、これ前働いてたところの、これ結構なね、いい企業ですよね。これ一流というか有名なね。へえ。あ、これ北原さん、これ宅建持ってるじゃないですか。宅地建物取引士ね。あ、これ資格もちゃんと持ってる。うん。 TOEIC 800点超え。これ英語も喋れるってことですか、それなりに。はあ。え、これ北原さんね、退院して働くぞ、さあ働くぞってなって、これ一発目でうち来てます？一発目。北原さん、そのこの経歴の人が一発目にハローワークに来るっていうのは視野が狭すぎますちょっと視野が狭いですね。働くといえばハローワークだってなっちゃってるんかなって感じが。あ、いや、もう僕にはここしかないんですよって言うほど紆余曲折してないんですよ。それまたダメでダメでダメでとかな、分かるんですけど。いや、北原さんね、この経歴やったら、大げさに言うと、そのもう最悪外出て立ってるだけで就職できますそう、立ってるだけで、もう強くてニューゲームって状態なんで。あ、まあ一回クリアしたってことですね。まあ、まあ、そうですけど。はいはいはい、はい。あ、いや、芸能スカウトってことではなくて北原さん、逆にね、芸能スカウトだけ絶対ないんですよ、北原さん。僕が思うにね。はい。北原さんは見た目が G でも能力と人間性だけは A でいてくださいA あるいは S でいってください。そういう人で、それ力をもう誇示し続けてやっていくタイプの人間の方なので、それでやっていってください。はい。いや、こっち側が言うのもあれなんですけど、ハローワークってね、その最後の通りでみたいな感じあるんですよ。ね、就職できない、できない、できない、できない。で、最後ハローワーク行くか、みたいなとこなんですよね。まあ言っちゃえば。はい。北原さんはこの経歴で一発目ハローワーク来るっていうのは、まあ社会科見学かと思うんですよ。その、なんていうんですかね、その、なんか一回こういうのも見とくみたいな感じで来てるみたいな感じしちゃうんですよ。ね、はい。え、あ、小学校の時社会科見学パン工場やったんですよじゃなくて、あんま聞いてないですね、話を。あ、いや、国が作った建物でこんな大声出さないでください。ちょっとあんまり聞いてないな。まあ、言っちゃえば、宅建持ってるじゃないですか。これ不動産関係の仕事できるんですよね。はい、宅建。TOEIC 800点超え。これ外資系の企業、まあ、英語を使う企業、これ働きますよね。で、東大出身で一流企業でもっと働いてた。もうこれだけで就職ってある程度有利なんですよね。そういうのちゃんと考えましたかって話してます。はい。そういうのはだからあなたは可能性がすごいある人なんで、ここで一発目来るのはもったいないですって話です。はい。今の話聞いて、はい、ハローワークで働きたいと思った。なんてやねんこいつ通用せえへんなこいつ、マジで聞いてないこいつ、マジで。いや、もったいないです。うちで働きたいってことですよね。いや、もったいないです。この経歴の人は、なんていうんですかね、現役メジャーリーガーが草野球チーム入るみたいな感じなんですよ。それはそれで楽しそう。もうあいやねんこいつ、マジで通用せえへん、全然通用せえへん。孫悟空ぐらい強いっすわ、あなた。孫悟空ぐらい強い。最有機の方なわけないやろ孫悟空って言って、知らんわ強いか弱いか。孫悟空の最有機の方でドラゴンボールの方に決まってるやろ。こいつすごいな。すいません、働きたいんですか、どうしてもここで働きたい。あ、そうですか。いや、もてやましますけどね、ハローワークでこの経歴の人は。はい。あ、応募してる中でいい仕事、ハローワークで応募してる中でいい仕事があったらそっちを応募することもできるし。あ、それはできないですね。コンビニ店員が廃棄の弁当を食うみたいなことできないんでそのせこいことできないんですよ。え、いいですか、それで。いい、わかりました。じゃあ、ハローワークの職業案内人でこれエントリーしてきますね。また、こっちから電話かけますんで、今日のところお帰りください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。あいつ、最後タメ口やったな